はい、今日はキャンピングカーの維持費についてお話ししたいと思います。キャンピングカーはお金がかかると思われがちなんですけど、実はあまりそうでもなくて、普通車とそんな変わらないぐらいだと思います。最初に車検代ですね。車検代はつい最近3回目の車検を受けたので、その動画出してるんですけど、説明欄に一応貼っておきます。2015年にキャンピングカーを購入して、3回目の車検をつい最近2021年の3月に受けたので、1回目が2017年、2回目が2019年、3回目が最近2021年の3月に車検を受けました。そして1回目の車検が、11万円、2回目の車検が11万円、3回目の車検今回が15万円でした。だいたい11万円くらい。今回は、6年目、6年経って直すところがちょっとあったので4万円増しになったんですけど、だいたい基本的には11万円、何も直すところがなければ11万円。でこの車両が確か2003年の車両なので、今年2021年で17、18年落ち、18年経ってそんなに直すところがないので、やっぱいいと思います。持ちがいい。あのトラックベースなのでなかなか壊れないですね。総走行距離は8万キロぐらいだったかな。そんな感じです。車検代は、2年に1回、車検は2年に1回で約11万円くらいになってます。次に保険代ですね。保険代、車の任意保険ですね。任意保険は株式会社シェアティブという、多分キャンピングカー専用なんですかね、の保険をに入ってます。20等級で、63% 割引になってます。年齢条件が35歳以上で、対人対物無制限、面積なしで、人身障害が、5000万円かっこ無保険者障害は2億円です。で、車両保険もつけていて、300万円の車両保険が、に入ってます。一応このキャンピングカーの購入価格が310万円ぐらいだったので、ロードサービス保証あり。で、ファミバイ人身障害と自動車事故弁護士費用も入ってます。ファミバイ人身障害っていうのが、これ多分原付の保険ですね。原付の保険をただ一緒につけているので、ちょっとあの料金は上がってるんだと思います。はい、これくらいで金額が 78,330 円。でこの保険なんですけど、ドライブレコーダーがついてます。確か月々1000円増しぐらいでドライブレコーダーをこの保険屋さんから借りて、でそれをドライブレコーダーを設置して、それが保険屋さんとつながってるみたいで、もし事故が起きた時にドライブレコーダーから保険屋さんに自動的に映像が行くっていう形になってます。これですね。これが保険屋さんのドライブレコーダーですね。保険屋さんから借りたドライブレコーダーです。まあ、自分でドライブレコーダーをつけてたんですけど、まあ、保険屋さんの方がなんか安心できるので、保険屋さんの方のからレンタルして、ドライブレコーダーがついてます。
そして次がオイル交換ですね。オイル交換は5000キロ走るか半年に1回っていう頻度でやればいいみたいです。オイル交換は、うちはオートバックスで普通にやってもらってます。で、まあ、毎回あのオイルフィルターとかオイル交換とフィルター交換っていうのも一緒にやってて、オートバックスで1回5000円ぐらいですね。半年に1回5000円かかってます。はい、そして次にタイヤ交換ですけど、タイヤ交換は、3年に1回やればいいみたいですね。うちの場合はキャンピングカーを購入してすぐキャンピングカー専用タイヤ、デュラビスキャンパーっていうブリヂストンのキャンピングカー専用タイヤにして変えて、で5年使いましたね。5年使って去年かな、2020年にまた同じデュラビスキャンパーっていうキャンピングカー専用タイヤに変えました。5年経って水は全然まだまだあったんですけど、その、まあ、キャンピングカーで重量があるので、なんか3年に1回がベストって言われている中で5年使ったのでちょっと不安になって、タイヤ交換しました。でその値段が4本で7万3000円でした。見積もりで7万7000円だったんですけど、ちょっと値切って7万3000円まで割り引いてもらいました。はい、あとは駐車場代ですね。駐車場代がかかるんですけど、国産キャブコンだと5メーター未満なので、まあ、5メーター未満で4メーター99センチで作ってるので、5メーター未満になると普通車サイズの上限ギリギリ最大サイズなので、基本的には普通車の駐車場に泊まります。泊めることができます。それがそのお住まいの地域によって駐車場がいくらかっていうところですね。そして次にガソリン代ですね。ガソリン代が一番かかるお金だと思うんですけど、我が家の場合は結構もう、荷物もたくさん積んでますし重量もあるので、ガソリンレギュラーなんですけど、だいたいリッター4、5キロってところですね、はい、まあちょっと燃費はものすごく悪いんですけど、もう普通車として考えると燃費はものすごい悪いんですけど、まあ、家ごと移動してるっていう感覚、キャンピングカーの場合はもう家ごと移動してるっていう感覚になります。なのでもうリッター 4,5 キロは全然ありっすね。もう移動じゃなくなるので、例えば、ここ2時間走ったとして、車だと2時間がもう移動時間で、同乗者は、まあ、暇な時間っていうかその、まあ、移動時間になっちゃうんですけど、キャンピングカーの場合は普通にこのテーブルで、例えば子供だったら宿題してもいいですし、動画を見てもいいですし、もうスイッチゲームやったりもできますし、ご飯を食べたりとか普通にできるので、もうその移動時間がもう家にいる感覚になるので、全然あの車と思えばリッター 4,5 キロはものすごく燃費は悪いですけど、家ごと移動してるその移動時間が移動時間じゃなくなるっていう、キャンピングカーの場合はリッター 4,5 キロでも全然ありだと僕は思ってます。はい、というわけでキャンピングカーの維持費なんですけど、まとめますと、車検代が、車検が2年に1回でだいたい11万円、何も直すところがなければ11万円、保険代が1年間で約8万円、300万円の車両保険もつけて約8万円です。でオイル交換が半年に1回で5000円、タイヤ交換が3年に1回で、7万3000円
で、ガソリン代がリッター 4,5 キロとなってます。まあ、多分思ってたより全然普通車と同じぐらいの感覚だったのではないでしょうか。はい、以上でキャンピングカーの維持費についての話を終わります。